いや、せこいですね。LINE アット誘導は、せこい。いや、ほんとせこいですよ。みんなね、YouTube をやって、YouTube ではもう話せない内容がここにありますとか言って、LINE アット誘導して、リスト取って、こうマーケティングするわけじゃないですか。せこいな。せこいんですよ。せこくてチンプなんですけども、でもね、すごく肝心なことがあります。このせこいことの積み重ねが大物になるためのルートなんですよ、唯一ね。最初からでかいことなんてできないですし、最初から余裕はないんですよ。だからこのせこいとかね、チンプと言われてるものをまずは潰していくってことです。大体チンプでせこいって言われるのはなぜかっていうと、うまくいくからみんながやるんですよ。でみんながやるからチンプにもなるんですよね。でせこいという名前もつくんですよ。相変わらずみんなやってるなって思われるから、だからせこいしチンプなんですよね。だからすごくいいんですよ、これは。だからこれをね、せこいっていうものを避けて妙なプライドを持つのか、それともね、売り上げが上がらない、お客さんが取れない、お客さんの傾向がわからないのがプライドがないっていうふうに考えるかっていうと、せこいのを堂々とやり続けることによって大きな道に進んでいけるんですよね。だからどんなね、王道でも最初はせこいですよ。せこくてみみっちくってチンプなことをやるんですよ。それしかないじゃないですか。だってもともと大物じゃないんですから。もともとはお互いにせこい人間であってね、本当に1円2円を拾うところから始めるのがビジネスじゃないですか。最初の1円のために30分の登録をしてセルフバック報酬もらうっていうところから始めないと、それはね、一発で5万とか10万みたいなの狙うからまたやられちゃうんですよ。で金利ビジネスだってせこいですよ。 1% とか 0.5% を積み上げていくわけですから、それはせこいですよ。いきなりね、 10% とか 30% とか 50% みたいなの見つかりませんから。で YouTube だってね、言ってみればせこいですよ。 YouTube ね、トレンドで上がったとかね、堀江さんが14万円終わってるんだ言ったら、それをネタにしてタイトルかけて SEO 意識して動画をわざわざ作るわけじゃないですか。せこいんですけども、そのせこい1アクセスとかチャンネル登録の1人、せこい1人とか1にこだわらない限りは100も1000も1万もないわけなんですよ。だから私はね、声を大にしていたい。これ吉谷さん、吉谷さんにもね、聞いていただきたいけども、せこいことからやんないとダメですよ。せこいことを繰り返して、それが恥ずかしいと思うんではなくて、そのせこいものを求めている人がいるっていうふうに気づいた時に、せこくないと、これが黄金なんだ、宝なんだっていうふうなね、堂々としたアクセスアップっていうのができるんではないかなと思うんですよ。私もね、はっきり言ってせこい、YouTube ですよね。なんていうんですかね、見てくださってる人にはもしかしたら悪いかもしれませんけどね、悪いかもしれませんけども、10とか20とか100とか200とかね、1とか2みたいな動画の再生数を取りに行くための動画っていうのは結構あるわけですよ。でもそうやって動画を出して反応を見る、動画を出して反応を見る、よし、これのアクセスが高いからこれのシリーズ行こうっていうふうに、みみっちく繰り返していって、多くの方のニーズを知るっていうことがね、やっぱり基本になってくると思うんですよね。まあ今日もね、チャンネル登録者数をかなり意識して動画今日は1日上げましたからね。なぜなら私もうちょっとでね、1万人のお題に乗るんですよ。これはね、1週間以内に1万人っていうところが見たいですね、私はね。だから今日上げました。1万人前後のチャンネル登録者数を、取った私の方法みたいなね、そんなタイトル上げだと思いますけどもね。じゃあ 2,3 日しちゃったら1万になってないかなと思いますし、あとは予告編でほったらかしで儲かるなんかね、そのアプリみたいなのがあるんですよ。あるんですよ、これ本当にほったらかしで。でそれをまず前振りとして解説をして、肝心な URL とその使い方は今ね、公開限定にしてて、明日あたり出そうかなと思ってるんですよ。それによってチャンネル登録をして見逃さないように、その情報見るぞみたいな人をね、誘発しようかと思ってるということで、やっぱせこいでしょ。お互いセコビッチでございます。それではいってらっしゃい。